アデコとアジウソン・ドス・サントスは、ブラジルの元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションは DF。1997年にアプカラナ AC で選手となり、同年にパラナ・クルーベへ移籍、パラナ州最高のディフェンダーとも考えられた。翌1998年にセルビア・モンテネグロの強豪、レッドスター・ベオングラードに移籍。 セルビア・モンテネグロ・プルバリーガで11試合に出場した。2000年にレアルベティスに移籍したものの出番はなく、セビージャ FC に移籍。セビージャは移籍金の支払いができなかったため、レアルベティスは不服を申し立て、セビージャでの出場ができなくなってしまった。この問題が解決した後も、彼自身がまだ若すぎたこと、 そしてクラブが広角の危機に瀕していたことが重なり、結局 A チームでの出場はならなかった。同年に中国の大連実徳属級クラブにレンタル移籍した後、同クラブに完全移籍した。大連実徳ではアジア王者にも輝いた。2006年3月には K リーグの FC ソウルに移籍。2007年、2008年、2010年、2012年。 2013年と K リーグベストイレブンに選出された。2014年1月29日に現役を引退、FC ソウルのアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。